そのタイミングでねパッて行くけどみんなコメントしてくれてだ皆さん相当早いんだろうね別にだと思う見ないよ、うん、パソコンとかでもやってる人いるのかな、うん、俺いまだにパソコンこう使えないんだけどキーボードパソコンできるできますまあたしなむってまあたしなむなんかありがたいですねありがたいですね本当にありがたいですねぜひ皆さん酒屋でよろしくお願いしますもうはいありがとうございますあ、カモトモさんあ、そうそう台湾の映画館で真剣ラムサイ行くって書いてたけど台湾とかでも今回そのやる聞いた海外でもあのライブビューイングすごいね日本の中でもやるってことか日本のいろんな全国の中でやってるってことか、うん、やると思いますライブビューイングはあじゃあチケット取れなかった方とか来れない方とか予告をなんか映画館でなんか見たみたいな予告みたいな何を予告いや映画館で普通に映画見に行ったらそのなんか真剣ラムさんが出たらシーンですよ、うん俺たち出た。それが俺たち出た。CM ね。これも CM か。そ、うん、それをそう生き埋めの演出の前の生き埋めねでしょ。あのそれをたまたま映画館で見て、俺見るからって言ってくれた。あ本当だ。ライブの予告流れてる。コンビニで放送聞いた。コンビニで知らない人もいっぱいいるね。その情報。あ目覚ましでやったのはなんか聞きました。あ目覚ましでやったってのは聞きました。あ生き埋め行きましたよって、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、うちらも行ったよね俺らも行ったそうそう行ったねいや、ね、いい作品だったねその時飲みました、ね、あ楽しかったね楽しかったジップでもだってすごいねジップもなんだ本当すごいことだよねじゃあちょっとまあ残り時間もちょっとあれですけどちょっとあの話せるところまで話しましょうよ、はい、なんかせっかくだから、はいうん、なんかあれですね改めて話すのもなんか変なんですけれども、うん、せっかくだからなんか来年の抱負とかちょっとごめん自分で、ね、そう自分でこのノリの中でね急にちゃんと戻すみたいな感じのところあるじゃんいつもあるね、強くしゃるじゃん強くしゃるじゃんちょっとやめようかな今回もういいか。いやでもこのままちょっともう普通に作戦会議する。どうする？何を？作戦会議。なんとなんと。収録中に。収録中に。いやそうだよ。配信中に。放送中に。作戦会議。みんなも交えて。どうしてくるみたいな。ああ残りどうする？残りの時間どうする？そうだね確かに。あじゃあちょっと今から本当に一瞬1分間残りの時間3人で何をするか、うん、ちょっとお願いします。3人でファンイベントしてください。いやいや、まあ今の時間、今のこの時間で残り何するか振り返りはっつって、その通りだよ、本当そう、だってもそれやったほうがいい最後のイベントとかはまあちょっと置いときまして直哉くんのだってファンの方それ待ってるよ、絶対モノマネモノマネ一個カッポリしてください歌って爪と牙そうかああトッチーとトモさんをお悩みスピさんのモノマネ来年の目標一緒にダメだこれあなかなか追いつかないね、うん、爪と牙歌ってくださいっていうのは多いねなんかさ俺最近知ったんだけどなんかあれ結構ありものの曲とかさこういう放送中にさ歌っちゃいけないとか NG とかあじゃあこれ言っていいのか分かんないけどさいや言っていい話だ、うん、あの音楽を流さなければアカペラだったらいいらしいへえ。あ、それだあーなるほどねそうだから爪と牙ってそのさとかさこれまでの歌とかもさ著作権とかがさこうさあるとかさ、うん、いろいろ問題があるじゃ ん、 そうごめんねいろいろぶっちゃけて話す方が俺よりも楽しいだからトッチがこの間やってくれたあれは OK でしょ OK なのあれウクレレはウクレレは OK なのそうなのそうトッチさんウクレレ練習してますウクレレを弾いて爪と牙を歌ったんですよ、うんそうそうあのそう、ねまあ、酔っ払いながらなんです酔っ払いながらよこんな感じでじゃあって言って、うん、そうですね結構ちゃんと歌ってたよねちゃんと歌ってた、そうだからそれの時にあれは
なラインだったらしいんだけど、アカペラとか、あ、伴奏があるから、そう、あ、うん、でもね基本大丈夫らしいよ。なんか歌は、ね、そうか、だから今アカペラでじゃあ一平の風歌おうぜっつってやって歌ってもありなんだけど、今さ一平の風歌ってって言ってすっげえ歌えてあげるじゃん、はい、多分ワンフレーズぐらいしか出てない。歌詞俺今間違いそうだけど、一平の風頬に頬にそよいで肩を雨あ坂道懐かしき日々、あの日の声、あの歌すげえ好きなのにさ歌詞出てこないんだよね。すごいよね、あ、ひとひらの風とかさ超 やりたいよね。やりたい、曲すげえいいと思うんだ、俺大好きなんだよな。そういえば僕らこうそういうバラードっぽいの歌ったことないですね。あ、勢いある曲、勢い系が多いですよね、なんかその太鼓にしても、そうだね、その歌にしても、なんか、あ、それはなんかやっぱ難しいとこなんだろうね、こうしっとりとさ人間キャストがさ歌い上げるのもさ、それはまた別物になっちゃうんだろうね。そうか、うん、でも近藤さんが演歌歌うところすごいかっこいいと思うんですよ。俺さ死ぬ際にさ歌って死ぬとかさいいよね、わかんないけどなんかさ、いい、なんかさあるじゃん、それが刀剣乱舞としてじゃなくて新選組の話でミュージカルをやるんだったらまたあるんだけどね。まあでもやりたいな、なんかでもこの刀剣乱舞の中でも本当だったらね、ちょっとなんかこういろいろやらせてもらえたらちょっと楽しそうだけどね。楽しい、なんか刀剣たちにこう関わりながら芝居がすごい始まってとか、あ、そうですね、なんかすごい夢が広がるよね、いろいろ。歌、そうですね、歌なんか、うん、でも僕ら二人ハモってまさかのまさかのあの、いや、ぶち込んできたね。ハモリパートとか与えられたことないのに自然とハモったやつ。それで、奇跡のハモリでしょ。奇跡のハモリ。奇跡のスーパーボーイ。奇跡のリハーサルだっけ。奇跡のリハーサルだ。奇跡のリハーサルで。本当に日本のね、あの奇跡の歌声を持つあのスーザンボーイが、波の高い人もいるでしょ。聞いたことない高い声だ